なでしこジャパンを世界一に導いた。日本女子サッカー界が誇るこの2人が夢の共演。今回は女性アスリートと骨の秘密に迫ります。全身の骨がですね、3年ぐらいで入れ替わってるぐらいのスピードで、20歳ぐらいがピークなんですね。実は骨密度って。それではお出しください。じゃん。あ、そういうこと。あの合格ですね。合格。間違ってますよ、ね。間違ってるんですか。じゃあ合格じゃないじゃないですか。いやいやいや。なでしこレジェンド骨太トーク。さて、骨太トーク、ここまで女子トップアスリートの骨太志向を聞いてまいりましたが、今度は骨太志向のお二人に文字通り骨に関する知識もつけていただこうと思います。はい、お願いします。途中二人にはクイズにも挑戦していただきますので楽しみにしていてください。はい、今回スポーツ栄養学の専門家でいらっしゃる女子栄養大学の上西和弘先生をお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどんなことを教えていただけるんでしょうか。今日は骨の話ですけども、はい、先ほどの、一部二部の前に聞いたらすごく今日は勉強されてきたということなので。いや、誰が言ったんですか。十分予習をしてきてるというふうに聞いてますけど、まあ、いつも骨とは一緒にいますからね。間違いないわかると思いますよ。さあ、女性アスリートの体作りにはトレーニングと同じぐらい食事が重要だと言われていますが、うん、お二人の若い頃いかがでしたでしょうか。その怪我をしないように食生活特に意識したりとかありましたか。なんかこう見えてめっちゃ食べますよ。あ、そうなんですか。どこに入ってんのあれどこ行っちゃったみたいな。当時はね、すっごい食べてたよ。もうほんと最後まで食べてるタイプで、もう自分のこう体力の限界を超えるにはそのやっぱエネルギーがないとできないので食べてました。ということですね。先生、期待できますね今日ね。そうですね、はい。好き嫌いありますか。どうですか。え、ありますよ。います。いや、私は生でもこの光り物みたいなのが光ってるやつ食べれないとか食わず嫌いですね。そういうのを除けば食べれますね。あれは私は本当はすごくあります。あ、そうなの、はい、はい、知らなかったけど、そのなんか自分なりに勉強した栄養素で野菜とか苦手だったんですけど食べるようにしてました。えらだから今は食べてません。あ、なるほど。逆にね、選手じゃないかな。お二人はですね、はい、あの女性アスリートの三種長っていう言葉は聞いたことありますか。いや、ないです。初めて聞いた。3つの症状なんですけれども、それでは早速最初のクイズなんですけれども、来ました。はい、その3つの症状っていうのは何でしょうか。待ってください。三種長って、ちょっとごめんなさい、私も意味が全然分かんなかった。3つの、まあ、症状ですね。症状、体調不良みたいな、そういう風邪とか。そうお手元のフリップにどうぞ書いて。なんでなんかヒントを。ヒントなしのヒントです。アスリートの3つの、はい、アスリートの、まあ、でも一般の女性でも当てはまることは、はい、あるね、ありますね、はい、特にアスリートの場合は気をつけないといけない。むずどうでしょう。絶対当てたい。宮間さん固まってますけど。やばい。それではお出しください。じゃん。ダーン。あ、そういうこと。ごめん、あの絶対ことと思った。丸山さんからいきましょう。これはチームメイトにいそうなことを書くっていうのが、そうそうですね。声がやっぱ細くて聞こえなくなっちゃう。やっぱ食べないと声が細くて聞こえなくなっちゃう。いたの。いない。え、あとはたまに首が座らなくなる。たまにめっちゃミーティングとかの時もガクガクしてる人いるじゃないですか。それで、あの肩幅が伸びちゃうってことで。なるほどなるほど。逆になんかあんまり吸収しないと、うん、まあ、普段からこう肩幅って決まってるんだけど、うん、それがどんどん異常で伸びちゃう。なんかどんどん大きくなっちゃう、うん、みたいなイメージかなって思ったんですよ。どうでしょう、この3つ。いや、新しい3種長ですね。すいません。じゃあその3つということですね。はい、じゃあ宮間さん。はい、私はこの辺しか出てこなかったです。貧血と生理不順、はい、当たってんじゃないこれ。どうでしょう。いい感じですね。いい感じですか。はい、回答をお願いします。はい、回答はですね、はい、ここにあるんですけれども、エネルギー不足、はい、
エネルギー足りないと、うん、だんだんこう生理不順とかありますけども、はいはい、で生理不順になるっていうことは女性ホルモンが上手に出てないっていうことなので、うん、骨がスカスカになっていくんですね、うん、骨粗鬆症って言いますけれども、骨折か、はい、でそれで疲労骨折のリスクが高くなるということで、うん、この3つが女性アスリートの三種症っていうのはすごく問題になってるんですけれども、もう原因はエネルギー不足なんですね。あ、さっきあのお二人が言われたようにちゃんと食べてれば大丈夫なんですけれども、うん、はい、運動すればエネルギー消費量増えるじゃないですか、うん、でそれに追いつくだけ食べてない、うん、なるほど、あるいはその体重を気にして食べないっていう人もいますよね。多いかもしれない、そうかもね、はい、でそうするとエネルギーが足りなくなってきてっていうことなので、なしっかりエネルギーを取らないといけないということです。福山さんは、まあ、合ってる50点ぐらい合ってますね。そうですね、あの貧血は、うん、はい、女性アスリートに特化してることじゃないので、これはもう普通の女性もなるし、なるほど、一般的にもなるんですね。貧血ってすごく多いんですけれども、じゃあ宮本さんも10点ぐらい上げていいですか。あ、いいですね、ちょっと待ってください。これあの点数この流れで何点ですかね。いや、60点以上取らないと再試験。あ、再試験がある、ね、超やだ、超やだ。いやだって先生ってだってもうこの時間一緒にいるけど、もうみんな帰った後に2人はきついよ。みんな私たちは帰るんで。そういうのじゃない、うん、そういうのじゃ帰ります。わかりました、はい。続いては2問目に行きます、はいはい、これはね、なんか今日一番簡単な問題かもしれないですね。これできなかったらちょっともう本当に、あ、追試ですね。骨は〇〇〇〇〇の貯蔵庫、5文字ですか。そうです。漢字は書きながらください。それは言えません。え、厳しい。追試追試。え、なんで知ってんの。いや、それしかないかなって思ってる。え、怖い、なんで。で、骨をはめておく場所。懐かしい、この感じが懐かしい。骨ありますよね、骨。あ、ありますよね、私も、はい、その骨の中に何がたまって中に何かあるんですか。そうです。何か入ってるんですか。え、それ、あれですよね、なんか成分でしょ。おお、いいですよね、うん、はい、わかりました。それいけるよ。じゃあ、お二人答えを出してください。じゃん。じゃあこれも丸山さんからいきましょうか。なんかやっぱ骨には人間だけじゃないものが私はあると思ってて、それがやっぱ一番近くはサメがいるかなって思ったんですよ。なるほど。よく昔からあのサメの映画も見るし、うん、なんかそういうのもあるかなっていう。で、サメエキスが入ってるかなって思ったんですけど。素晴らしい答えだと思います。もう、はい、あの合格ですね。合格、合格した。間違ってますよ。間違ってますけど。え、間違ってるんですか。じゃあ合格じゃないじゃないですか。いや、やっぱりユニークな答えを出してくれるってのはすごい大事なことです。真面目に考えてますから。三山さんは正解ですよね。え、正解なの。あ、何。え、じゃあもう難しい言葉だったから分かんなかった。あ、貯蔵庫とか言わなければ。そうそうそう、骨には何が一番足りないですかの問題が良かったと思う。なるほど。問題にダメ出しみたいな。これ横軸が年齢で、0歳から80歳までになっていて、うん、で縦軸は骨密度っていう、まあ、骨の中のカルシウムの量なんですけども、はい、20歳ぐらいがピークなんですね、実は骨密度って。でそれから後っていうのはもうほとんど増えない、ただその貯蔵庫だから、うん、若い時にたくさん貯めとけば、うん、だんだん減っていっても大丈夫じゃないですか、うん、だからいかに20歳までに食べてる、食べて運動して強い骨を作るかっていうことがすごく大事。でもカルシウムなんてもの食べましたっけ。牛乳飲んでるの。あ、そうかそうか、うん、牛乳毎日飲んでますよ。20代まではめっちゃ飲んでるかもね、うんうん、めちゃめちゃ飲んでた。遠征の時とかもめっちゃ出たもんね、うん、合宿の時も、うん、あ、そうなんです。それはもう絶対考えてくださってたね、うん、あったかも。チーズもそうだし、うん、なるべく若いうちからカルシウム取った方がいいっていう。そうですね。ただ骨ってカルシウムだけでできてるんじゃないので、うん、タンパク質も必要ですし、うん、ビタミン D とかビタミン K とかいろんな栄養素も必要になってくるので、うん、カルシウムだけ取っててもダメ。なるほど。最近あのサプリメントでカルシウムだけ取る人いるんですけども、はい、それではダメで、はい、やっぱり牛乳だったらカルシウム以外のタンパクも入ってくるし、いろんなものが取れるので、食品で取るっていうのがまあ原則なんですけれども、ただそのカルシウムなんですけども、日本人のカルシウム摂取量って少ないのご存知ですか。まあ、お二人は大丈夫だと思います。
そうなんですか、知らなかった。これ上が男性下が女性なんですけども、うん、下の女性の方の赤い線があると思うんですけども、うん、はいはい、これが推奨量といって、ここまで取りましょうよっていう、お二人の問題だとですね、1日 650mg は取ってくださいよっていうことになってるんですけども、はい、例えば20代の人だと今408しか取ってないし、30代の人も406しか取ってないですよね、うんうんうん、日本人のカルシウム摂取量ってのはすごく少ない。70代の人は結構取ってますね。そうなんです、やっぱり骨粗鬆症、骨のことを考えるので、年取ってる人の方が結構気をつけてるんですけ ど、本当は若い人の方が取った方がいい、取った方がいいんですけれども、全体的にまだ少ないということ。 それって何でもいいんですか。なんかよくあるじゃない、いちご牛乳とか、本当の本当に純粋な牛乳の方がいいってことですよね。いや、でもコーヒー牛乳とかいちご牛乳とかでもいいですよ。え、いいんですか。いいです、ね、本当ですか。嘘ついてんの。あとはヨーグルトとかチーズです。あ、乳製品ってことですね。そうです。そうか、そしたら結構食べてるし、飲んでるかもしれない、さすがですね。でそれを20歳ぐらいまでの時にどうでしたかっていうのがすごく大事なんですけども、もっと食べてたな、今以上に食べてた、食べてた、避けるチーズ買ってめっちゃ食べてたね。流行ったもんね、流行った練習帰り。そっか、自分は結構海の近くで生まれ育ったんで、魚食べてましたね。あ、うん、あ、それすごいね。だから骨にはすごく理想的な生活をされてきたんだろうなと思いますね。骨密度今測ってもすごい高いと思いますよ。あ、そっか、それ顔でわかるんですか。私たちの高いと思いますよってすごく見えてる。もうやだ。吸収率の高いものとかそういうのもいろいろあるんですよね。そうですね、はい、魚は骨まで食べないとカルシウム取れないので。なるほど。まあ、だからシシャモとかはそのまま。あ、そうですね、そうですね。やっぱり乳製品っていうのも吸収がいい。吸収率は高いですね、はい、高いか、はい、なので特に子どもたちには牛乳乳製品をしっかりとってほしいなというふうに思います。それは分かんなかった。骨っていうのは、なんかこう出来上がってしまうとずっとそのままあるような、なんか硬いものっていうイメージ、はい、ありますね、ですよね。でも例えば肌とかそういうのと同じようにすごくこう新陳代謝してるんですけれども、え、骨が、そう、生まれ変わってるんですけど、ご存知ですか。ね、それは信じられない、わかんないもんね、だって、ね、見えないんですけれども、はい、生まれ変わっていて、これがちょっとそれを示した絵なんですけれども、はい、難しい言葉になってますけれども、骨吸収っていうのがあって、骨を壊す細胞があるんですね、で骨形成って言って骨を作る細胞があって、道路あるじゃないですか、はい、であそこってこう車が走ってると表面が傷んできますよね、うん、でそうすると定期的にこうアスファルトを削って、うんうんうん、でまた埋め直してるじゃないですか、うんうんうん、でそれと同じことが骨でもやっていて、古い骨を壊してで新しい骨をまた作ってるっていうのをやってる。で全身の骨がですね3年ぐらいで入れ替わってるぐらいのスピードで、気づいてない間に、そうです。え、信じらんない。だからその時に、もし壊す細胞の方が張り切っちゃうと、はい、どん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 なくなっていきますよね。新しい骨を作る細胞が骨を作ろうとしている時にカルシウムがなかったら十分できないじゃないですか、うんうんうん、だからこの2つの細胞のこう働きっていうのがすごく大事です。で女性ホルモンってここにこう影響してくるの で、 そうです、はい、女性ホルモンが出なくなってくると、だん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 その骨を壊す細胞の方が働きすぎちゃう、はい、閉経して女性ホルモン出なくなると骨がどんどん壊れていく。で最初 の、 その女性アスリートの三指腸で月経不順とかになってくると若い時に同じことが起こっちゃうということなので、はいはい、気をつけないといけないと。例えばですね、体操とか新体操みたいにいわゆる神秘系のスポーツなんかで体重増やさないようにっていうことをやってると生理が止まってしまうとかっていうことになる。陸上の長距離ですね。陸上はなんか聞きますよね、はいはい、長距離とかね、疲労骨折を起こすじゃないですか。最後の問題いきましょうか、はい、先生最後なんですかもう、はい、名残惜しいですけれども最後ですね、はい、で今骨にはこう2つの細胞があるというお話をしましたけれども、骨の新陳代謝に関わる2つの細胞に直接作用して骨密度を高める働きのある成分、成分これアルファベット3文字で何て言うんでしょうか。さっきみたいな、そういうことだよね。そうですね。え、むず。それではフリップにお書きください。アルファベット絶対3文字あるんですか。すごいヒントはですね、今日1部2部の中で出てきましたね、はい、そうなんですよね。そう、あ、
嘘。え、どこに出てきました？もう思い浮かぶのしかこれしかないと思うんですよ。それでは回答を出してください。じゃん、はい、おお、あっいやこれはもうみんな食べてるし、確かにで、聞き覚えもあるしこれ何の BLT サンドの、うん、で、何と思ってた B、うん、B は何、ね、あ、そういうこと、うん、ボディ、ボディL はやっぱりラブ、ラブ、愛がそうそう、ビールでラブね。T って T から始まるなんかありました？全部あるよ。T 挟まってるやつ。T から始まる、挟まってる。え、違うよそれ。BLT サンドの説明じゃないよこれ。人間のやつで BLT って言ってた。それを説明してたんですね。ごめんね。そうかそうか。私はサンドイッチの方だと思ってた。うっかりサンドイッチ。違う。ラブは心臓でみたいなこと。なるほどね。じゃあ T は T はじゃあ何だろう。T はだからもう体の中にあるじゃないですか。こう T が。こっからこうですよね。肩幅からの下っていうか。先生かなって思ったの。いやこれはちょっとね。はい。え、料理の時に来た。そう。BLT サンドととかじゃなかった？言ってた。会いましたよみたいな。BLT サンドとなんか合うやつですねみたいな。違ったかな？違いました。三山さん。順番が怪しいなと思ったんですけど。でもさすがですね、正解です。当てました。出てきた。これ分かるのすごいですね。スーパーでよく見るよ。お、パッケージに書いてある。先生これどういうものなんですか？牛乳の中に本当にちょっとだけ本当に微量に含まれている成分 で、うん、でそれがその2つの細胞に働くっていうものなんですけども、はい、M って何の略だと思いますか？あ、なんだろう。ミから始まります。ミから始まる。ミトコンドリア。ミから始まる。ミトコンドリア。牛乳。ミルク。はい。え、ミルク。よー今日一の声でした。今日で一番大きい声で。ミルクなんですか？ミルクの中の成分。あ、へえ。ミルクベーシックプロテインっていう、そのタンパク質の一部です。で、それをですね、1日に 40mg、うん、これは6ヶ月摂取してるんですけども、うん、そうすると20代から50代ですから、さっき見ていただいたようにもう骨密度が下がっていくんですけども、そういう人たちに対しても骨密度が 3% アップするとということで、その骨の健康にすごくいい成分なんですけれども、うん、MVP として40mg 取ろうと思ったら牛乳だと1日に 800ml ですね。ほぼ1本。なかなかそれはね、難しいですよね。難しいので、うん、まあ、そういうこう MVP だけを取り出してきて、うん、特定保険用食品とか、うん、あの機能性表示食品っていうようなもので売られてるものも、うん、でそういうのがスーパーに並んでるかもしれませんので、あ、まあ、そういうのを利用していただくと MVP 取れるの で、大事だ、まあ、骨を強くしていただくのにいいかなと思います。めちゃめちゃ分かりやすい。女性アスリートは、はい、あの男性の人に比べるとやっぱりそのエネルギー摂取量も少ない、うん、それから、まあ、体格が小さいということもあるんですけども、もともと骨の量が少ないんですよね、うんうん、だから、若い時にしっかりと骨を強くしていかないと、まあ、怪我につながってくるということです。で、骨折してから初めてなんか骨のことを考えるっていう人結構多いんですけども、そうじゃなくて怪我する前からちゃんとこう骨って外から見えないんですけど、うん、中のことも考えていただいて、しっかり体作りを、骨の健康を考えた、まあ、食事っていうのを取り組んでいただければいいなと思います。はい、ありがとうございます。勉強になりましたね、お二人。めちゃくちゃ勉強になった。分かりやすかった、本当に、ね、はい、よく分かった。あと聞いてたよね、私たちの骨も聞いてた。先生の授業は骨にも響くということで、はいはい、さあ、ということで3部構成でお送りしてまいりましたこちらのトークでしたが、お二人いかがでしたでしょうか？改めてめちゃくちゃ楽しかったですね。楽しいだけじゃなくて勉強にもなったし、うん、なかなかこういう機会はないので、うん、なんか全身喜んでます。全身喜んでますか？本当にニコニコで。三山さんどうでした？はい、同じくです。ちょっと全身喜んでますか？全身喜んでおります。三山綾の全身も喜んでいるということですよね。はいはい、では最後にサッカー少女たちへのメッセージをお願いします。ウィーリーグも、昨年開幕して本当に目に見える目標というものが、できたと思いますし、さらには海外で今活躍している、選手たちもたくさんいますので、夢を大きく持って日々の積み重ねから頑張ってほしいなと思います。はい、
とうございます。では丸山さん、なんかいろいろこう人間って生きてるだけですごい大変じゃないですか。いろんなことを、まあ、もう頑張ってるんだけど、その中でこう挫折した時にもやめないで続けてれば、やっぱり本当に自分がこう描いてたものとか、自分がこうなりたいなとか目標とかにたどり着けるものだと思ってるので、やっぱり最後までそうですね、なんか楽しみながら人生、みんな自分らしく歩んでいってほしいなと思ってます。はい、ありがとうございます。さて最後に視聴者クイズを出します。骨の新陳代謝に関わる2つの細胞に直接作用することで骨密度を高める働きのある成分があります。アルファベット3文字で何という成分でしょうか、お答えください。正解者の中から抽選で10名の方に雪印メグミルクの牛乳乳製品の豪華詰め合わせセットをプレゼントいたします。回答はこちらの動画の概要欄にあります URL からお願いいたします。なお回答の期限は2022年2月いっぱいまでとなっておりますので、ご注意ください。いろんな、ね、お話が聞けてすごい楽しく貴重な経験をさせていただきました。宮本さん、富野ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。先生もありがとうございました。皆さんさようなら。